はい、おはようございます。キゾです。7月の4日月曜日、8時今40分かな。はい、こんな場所へ行きました。はい、富山県神通川です。はい、ということで、増水ですということで、いやーちょっとね、大会のね、下見に来たんですけれども、まあこの増水ではダメですね。はいはい、ということで、帰ります。あーちょっとな、下見したかったんやろ。残念ですわね。まあでも天気仕方ないですね。はい、まあとりあえずね、またちょっと大会の前日ぐらいにちょっと川入れたら入ってちょっとチェックしようかなと思います。まあほぼぶっつけ本番で勝負ですね。あーちょっと厳しい。はい、まあとりあえずまた頑張ります。はい、そういうことでね、7月4日11時48分ですけども、はい、こんなとこ来ました。長良川郡上です。というのもですね、じゃあ今ね、富山からね、まあうろうろして帰ってくるときにね、高速からちょっと長良川チラッと見たときにね、あれ増水してねえなと思って、でまあ天気を見たらなんとかやれそうな感じあったんでね、急遽郡上に転戦です。はい、まあ昼からなんでね、まあ飯食って、ちょっとやってみたいと思います。でまあちょっとやってね、かからないもんすぐ帰ろうっていう感じですわ。はい、どうなんかな、ちょっと笹濁り入ってプラス10センチぐらいかな。あ、まあそのぐらいちょっと増水気味って感じですね。ただね、今帰ってくる時にね、高須とかね、白鳥の辺でね、土砂降りやったんでね、もうすぐ水増えてくるかもしれませんけど、まあとりあえずやってみます。はい、はい、もう12時なんだけどね、まあまあ一番やりやすいこんな流れからちょっとやっててみようかなと思います。まあね、解禁から1ヶ月ぐらい経っとるんでね、状況は少しは変わってないかなと。まあこのポイントは比較的釣れとったポイントやと思うんで、逆に今釣れなくなったんじゃないかなとも思いますけどね。まあとりあえずそれらしいとこ探ってで、ね、ちょっとやっていこうと思います。はい、まあ、この辺はかかりそうなとこなんやけどね、かからんのかな、ちょっと当たり前すぎるかな。泡祭りじゃないけど、泡の中の方がいいかもしれない。ちょっとね、もう今までどうせ渇水あったやろうでね、渇水の状態でで、チャラチャラの状態あったのに対して、ちょっと雨降って笹濁りが入っとる状態で魚も活性上がって動いとるような気もするんですけどね、動いてないんかな。まあね、長良川なんでね、過度な期待はせずやっていこうと思います。こんなとこ釣れそうなとこやけどな、いい流れないけど、いいポイントないけどね、こんなもん普通ならこんなもんかかるとこなんやけど、これがかからんのが長良川なんすよね。これでかからんのやでな、ちょっと不思議だよね、本当に。あ、ちなみにね、今日7月4日なんですけども、九頭竜川も大増水です。はい、1メーターやで6やで8で4やで6、1メーター50ぐらい増えたんじゃないかな、勝山も確か。うん、でまあこれでいい引き水になってね、チャンスがあると思います。この引き水、この後の引き水多分釣れるんじゃないですかね。いいなあ。まあ僕は神通行かなあかんで行けないですけど、かからんすけど、反応も出ないですけど、なんでですかみたいな。ここで川で普通に釣るんやもんな、やっぱ上手い人は。やっぱり釣れんねー、長良川安定やねー。釣れる方がおかしいわな、この川で釣れんねー。やっぱり長良川厳しいねー。反応出とるんですけどね、今は。ちっちゃいのおるんかな。
こういう石裏はあんまりやらんほうがいいんかな。ちょっと流れが走ったとこへ行ってみますか。4月なっとるんやしっていう話で、分かりそうなとこ入れとるんやけどね分からんね。ちょっと待った方がやっぱいいんかな。長良川はまあ、けど崩流なんかでね、ずっとさ、いや、竿出しとるとね、もう待つってこと自体がわからんくなってくるよね。だって待つ必要ないもんね。かかりそうなとこ入っとるんやけどな。反応出へんもんな。でももうちょっと上、やっぱりながらはどヘチ釣りですか。ヘチ釣りですか。石は綺麗なんやけどね。多分ね、ながら川はね、魚のおるところにピンスポットにこうおとりを入れたらんとかからんだよね。難しいね。今日本当にね、どうやって釣るんか教えてほしいですわ。もう崩れとかやったらね、何の問題もないぐらいのこの刺さり濁りなんですけどね。まあそこいつも濁っとるでっちゅうのもあるけど、長良川とかはちょっと濁るだけでなんか魚のかかりが悪くなるような気しますね。そんなことないんかもしれんけど、僕はそう感じますね。やっぱ釣れん感じがしますわ。まあ釣り方があるんやろうけど、ね、上手い人が言う釣る場所釣り方って言いますもんね。だからその辺がきちっと合ってないとやっぱ釣れんのかななんて思うんですけどね。それがね、分からんからね、結局ね、手当たり次第におとり入れてっとるんですよねもう泡の中はどうですか。泡の中はダメですか。川の中はいませんか。いませんか。ダメなんですか。川の下、川の下どうですか。これ待つ釣れませんか。ちょっと向こうの流れはどうですか。絶対降りそうやもんね、あんなもんあそこでかからんなんて方が逆に不思議なんやけど。よいしょ、やれやれ。ちょっとね、水がね増えてきたんかな、若干っていうのもあってね、本流今見に行ったんですけどもね、ちょっと無理かなちょっと無理かな。かかる感じしないですね。僕はでは無理ですわ。はい、でちょっとまた分流戻ってきて、なんかね、んでもうマジで目指しかっていうぐらいの天然草がいっぱいおるみたいでね。たまに、あ、かった。たまにそういうやつが引っかかってくるんですね。これはまあまあないですね。ここで溜めて、鮎が、下の鮎が抜けそうな時にちょっと上に突き上げると。よいしょ。平気で20センチぐらい水高いね今この水の跡から考えると下手すと30センチぐらい高いかもしれん。まあでも、いやー釣れんねー。姿の方がいいかな。ちょっと背型に狙いを変えてみようか。おお、来た。あ、嘘やん。マジか。よいしょ。はい、そういうことでね、もう2時半なんですけども、やっぱりね、2時ちょっと前ぐらいから、水増えてきて濁りもだいぶ出てきたんですよ。この状態なんですよね。これ分流ですよ、これ向こう本流なんですけども、まあね、ちょっとやっぱこの濁りがちょっときつくなってきてからね、急にやっぱかかりも悪くなってね。でまあそれでもなんとか引っかからんかなと思って我慢しとったんですけど、まあさすがになと思ってもうやめました。で今帰ってくる時もちょっと水が高くて、もうやばいんじゃねっていうぐらいの状態でしたけどね。はい、まあまあまあ、カーブとかポイント知ってるんで、まあ、帰ってこれるんでいいんですけどね。はい、ということで、まあこれでやめます。
多分ねこれ1時間ぐらい待てばねまたちょっと水が引いてくるとは思うんです。ただ高須とか白鳥とか上の方でずっとまだ雨ずっと降っとったらねこれ引かない可能性もあるんでね、だから引くかどうかもわからんところに待っとるのはアホらしいんで、もうこれで今日は終わろうと思います。まあ、うん、大体2時間ぐらいの超過ですかね。はい、だけ見てみますか。これがね意外とねまあ分流、こっちの分流しかやってないんですけども意外とね型良かったんですよ。20センチのぐらいの型ばっかり、こんな、はい、こんだけです。いいか、はい、こんだけ。まあ、何匹ちょっと数えます。大きいのが10。はい、10匹でした。はい、ということで、数的にはまあ10匹でしたね。はい、ちょっとね台風が来とるんでね、この後またどこの河川も水増えるってくれると思うんですけどね、増えるかどうなるかちょっとわからんんですけどもね、またちょっと次頑張ろうと思います。はい、ということで、以上金蔵でした。それではまた。